それじゃ。ああ。ねえ、それじゃ。そういえば、なんで村に衛士がいるんだ？主に獣とかだよ。たまに村の近くまで来ることがあるからね。あとは当然、闇の軍勢から村を守るためだよ。闇の軍勢？ほら、見えるだろ？あれが果ての山脈。あの向こうにソルスの光も届かない闇の国があるんだ。闇の国にはゴブリンやオークみたいな呪われた亜人やいろいろな恐ろしい怪物が住んでいるんだ。もちろん山脈を守る聖号騎士が侵入を防いでいるけど、ごく稀に地下の洞窟を抜けて忍び込んでくる奴がいるらしい。というかキリトはそんな当たり前のことまで忘れちゃったのかい？ああ、なんとなく聞いたこともあるような気がするんだけどな。そっか、早く記憶を取り戻せるといいね。それじゃ。さあキリト、教会に着いたよ。中でシスターアザリアに事情を話そう。ユージオ。セルカ。セルカ。彼女は教会に住み込みで神聖術の勉強をしているシスター見習いだよ。その人は？彼の名前はキリト。ベクタの迷子らしくて
しばらく教会に泊めてやってほしいんだ。ベクタの迷子？わかった、シスターアザリアに話してみる。セルカはアリスの妹なんだ。アリスも教会で神聖術の勉強をしていたんだ。彼女は優秀で村始まって以来の天才って言われていた。あ、そうだったのか。ようやく一日が終わった。シスターアザリアや村人たちは初めこそ俺に疑いの視線を向けていたが、ベクタの迷子であることを伝えると拍子抜けするほどあっさりと俺を受け入れてくれた。そして友情やセルカ、村人と交流する中で気づいたことが一つある。この村には NPC など一人もいない。全員が友情と同じくリアルな感情、自然な会話、精妙な身体動作を実現している。だがそんなことはありえない。ここは仮想世界なんだ。彼らは人間でもなく NPC でもない。では何なのか。王都、この世界の中心にあるというその都なら何らかの答えが得られるかもしれない。王都を目指し現実世界と連絡を取る手段を探す。そしてこの世界の存在理由を見極めるんだ。友情はまだ来ないか。そういえばこの世界でまだ時計を見ていないな。一体どうやって時間を把握しているんだろう。ああ、なるほど。おはよう、キリト。なるほどって何が？おはよう、ユージオ。いや、その1時間ごとになる鐘の音が毎回違う旋律なのに今頃気づいたんだ。そうだよ、ソルスの光のもとにっていう賛美歌を12節に分けて鳴らしているんだ。なるほどな。つまりこの世界には時計は存在しないってわけか。それなら子供の頃に絵本で読んだよ。ずっと昔、王都の真ん中にはそういう時刻みの神器があったんだって。でも人々がそればっかり見て仕事をおろそかにしたから神様が怒って雷を落として壊しちゃったんだ。以来いつ鳴るかわからない鐘だけが人々に時間を教えるようになったんだよ。へえ。ところであの鐘はどうやって鳴らしているんだ。本当にキリトは何もかも忘れちゃったんだな。誰も鳴らしていないよ。あれはこの村にたった一つある神器だからね。ああ、でも今は神器はあれ一つってわけじゃないか。そうだキリト、今から神器を見てみるかい。天職はいいのか。俺は今日ユージを手伝うつもりだったんだけど。え、今日は安息日だよキリト。だからそうなのか。あ、ならわざわざ合流させて悪かったな。ユージオも何か予定があるんじゃないのか。いや特にないから気にしないで。アリスがいなくなって安息日も特にすることはないしね。あ、わ、悪い。いいんだ。それでねキリト、今日は村中を案内しようと思って。そりゃ助かる。
ちょっといい？あのね、どうも。どうも。あのね、どうも。今の声は？行ってみよう。うん。どうしたんだ？英氏が獣にやられたんだ。獣？ああ。村の周囲を見回っていたんだが、突然獣に襲われてな。最近は獣の被害なんてなかったから、完全に油断していた。とりあえず、あんたは治療してもらってくれ。村の警護は村長と相談して代わりを立ててもらうから。ああ、悪い。傷もそこまで深くないし、彼は大丈夫だろう。それでこの後はどうするんです？ああ、さっきも言ったように、英氏の代わりとなるものを臨時で立てる。あとは近くに凶暴な獣がいるのなら、被害が出る前に退治しなければならないだろう。討伐隊を結成するんですね。ああ、だがまずは数やどんな獣なのかの確認だ。お前たちも参加してくれるか？
もちろん参加します。ユージもだろ。僕は。はい。うん。それでは向こうにみんなを集めるように言ってやる。細かい説明はそちらでしよう。もしかして。さてと。ユージ大丈夫か？ごめん。戦うために剣を握るなんて初めてのことで。キリト、君は大丈夫なのかい？わからない。けど村を守るためにはやるしかない。うん、そうだね。それに頼まれた仕事はあくまでも偵察だろ。剣を使うかどうかはまだわからないさ。そうだね。戦いになるってわけじゃないもんね。よし、僕も頑張ってみるよ。